まずは紅茶でも。どうもステイです。今回は山爺こと山本源流斎について解説したいと思います。最強のおじいちゃんキャラって他作品でもよく見かけますが、幾多の戦場を生き抜いてきた大物感があり、独特の渋さを感じられてかっこいいですよね。山爺も例に漏れず最強のおじいちゃんです。その圧倒的な強さや作中での活躍、過去についてまとめてみたので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。まずは山爺のプロフィールから紹介します。身長168センチ、体重52キロ、1月2日生まれで、年齢は少なく見積もっても2000歳を超えます。一人称はわし、四白章の羽裏色は京紫、坊主頭で額に大きな十文字の傷跡があり、白く長いヒゲと眉毛が特徴的です。ちなみにこのヒゲは自分で言っており、月に1回は毛先を整えているそうです。現世とソウルソサイティでは体の成長速度が異なるので、年齢だけではご老体と判断できませんが、教え子や読者からは親しみを込めて山爺と呼ばれています。重く垂れ下がったまぶたに深いシワ、猫背でよく杖をついていますが、実は鍛え上げられた肉体をしており、数々の歴戦を物語る傷跡が刻まれています。老いを感じさせないそのエネルギッシュさ、さすが山爺ですね。ちなみに好きなものは和食全般で、嫌いなものは洋食です。洋食ってくくりかなり広いですよね。趣味は月に一度大使たちを集めて茶会を開くことだそうです。規則や規律に非常に厳しく、正義のためなら自分や部下までも犠牲にできる冷徹な性格です。ただ掟を破ってでも恩を返すような性格の変化も見られ、ちゃんと人間らしい部分もあります。その風貌から孤独に暮らしていた駒村を死神として拾ったのも山爺でしたね。ちなみに隊長たちが着用している白い羽織を適当に扱うとめちゃくちゃブチ切れます。五帝十三隊一番隊隊長および五帝十三隊総隊長を務め、多くの死神たちから尊敬されています。一番隊の隊歌は聞く、花言葉は真実と潔白です。規律を重んじる山爺の性格を表していますね。菊の花は皇室の門に定められていたりと、高貴な印象もあるので、責任ある総隊長の名にもふさわしいです。また山爺は2000年前、現在の新王霊術院にあたる死神たちの教育機関、死神等学院を創設しました。学院卒業後初の隊長となった京楽と浮竹には特に思い入れがあり、自身の誇りでもあるようです。同隊副隊長の佐々木部とも長い付き合いがあり、深い信頼を置いています。このあたりの山爺の過去については後ほど説明しますので、次に行きましょう。では山爺の残白刀や披露した技などについて紹介していきます。司会の名は龍神弱化、会合は万象一切怪人となせ、炎熱系最強最古にして全残白刀中最高の攻撃力を誇る一振りです。普段は杖の形に封印していますが、解放すると刀身が炎をまとい、辺り一面を火の海にすることもできます。その熱は天を焦がし、雲すらも消すほどで、会合の通りあらゆるものを灰と化します。まさに圧倒的な火力、これでまだ視界ですからね。波の実力じゃ相手になりません。なんなら山爺さん、残白刀を使わなくてもめちゃくちゃ強いです。先にそちらから紹介します。一骨、総骨、原骨による強烈な打撃技、片手では一骨、両手では総骨です。居眠り、対象の顔に手をかざし意識を飛ばします。多分爆動ですね。波動の96、一等火葬、焼き焦がした自身の体を触媒としてのみ発動できる禁術、犠牲波動です。刀を模した超巨大な炎を発生させます。上位の波動なだけあって、とてつもない攻撃範囲です。巻き込まれるのなんてマジ無理。ではここからは龍神弱化を用いた技について順に紹介します。鬼火、火玉を飛ばす技で杖の状態で使用できます。撫で斬り、炎をまとわせた刀で対象を両断する龍神弱化一つ目の技です。松明、龍神弱化を一振りすることで目の前の対象を一瞬にして焼き尽くします。城郭炎上、炎の壁を作り対象を包囲し閉じ込めます。山爺の石で解除可能です。炎熱地獄、一定の時間をかけて仕掛けを作る次元式の技で、周囲に巨大な火柱を発生させ、その範囲内の対象全てを燃やし尽くします。町一つを覆う広範囲なものから数人程度を囲む小規模なものまで、その程度は調節可能です。挽回は残花の太刀、豪華をまとっていた視界とは異なり、刀身が焼き焦げ、龍神弱化の炎を全てこの刀身へ封じ込めた状態へと変化します。
発動中は周囲の水分を蒸発させ空気が乾燥していき、あまり長時間使用すると自他もろともソウルソサイティ全体を燃やしかねない影響力を持っています。1000年前のユーハバッハとの戦いでは攻撃と同時に爆炎を放ち斬る者全てを焼き尽くす刀で、当時はそれしか発動しなかったようです。作中では東西南北の4つの大技を披露しているので順に紹介します。東旭日陣、切っ先に全ての熱を集中させ触れたものを跡形もなく消し去ります。その圧倒的な熱量から大衆は燃え上がる間もなく一瞬で消失。クインシーのブルートベーネでも防御不可能です。おそらく挽回中は常に発動できると思われます。西残日極意、1500万度の超高熱を全身にまとい、あらゆる攻撃を瞬時に蒸発させ無効化すると同時に対峙した相手をその放熱で焼き尽くします。本人曰く太陽をまとっているらしく、こちらも挽回中は常時発動できると思われます。ちなみに太陽の表面は約6000度、中心核は約1500万度だと推測されています。これどれくらいの規模なのか調べてみたところ、一軒家サイズの太陽核が地球上に発生した場合、半径300キロ内の全てのものを焼き尽くすそうです。300キロは東京から愛知県くらいですかね。さらには爆発による衝撃波は世界を何周もし、それによって生じた塵が大気を覆って氷河期を迎えるみたいです。南加賀十万億氏大僧人、山爺がこれまで切り捨てた者たちの肺に熱を与えることで命を吹き込み、骸骨の大群を呼び寄せる技です。骸骨たちは対象を塵となるまで追い詰めます。故意的な能力なのか、対象に面識のある骸骨を向かわせ生前の姿を見せることで精神攻撃を仕掛けていました。使用者が山爺なのがこの能力の強さに拍車をかけていますね。北天地怪人、残花の太刀を一振りし、その一線の延長線上にあるいかなるものも瞬時に消失させます。遠距離にいる対象までも攻撃が及び、シンプルでありながら最終奥義のような技です。いやー、非常に強力な残爆刀ですよね。最高の火力を誇る一振りなのも納得です。使用者がかなり限定されるので、ユーハバッハ以外のシュテルンリッターのクインシーたちは挽回を奪っても扱いきれないみたいですね。そりゃそうだ、能力や技もさることながら挽回で炎が消え刀身が焼き焦げるなんておしゃれすぎます。あの山 G をもってしても周囲を巻き込んでしまう上に長時間使えないなんて、完璧に扱いきれる人物なんているんですかね。ここで一つ注意点なのですが、龍神ジャッカは全残白刀中攻撃力が最強なのであって、どんな残白刀をしのぐ一番強い刀というわけではありません。攻撃力が高いイコール強いのは間違いないと思いますが、攻撃力に特化せずに特有の能力で強さを誇る残白刀もたくさんあります。おそらく皆さんがまず思い浮かんだのは強化水月じゃないでしょうか。状況にもよりますが、いくら最高火力を誇る残白刀でも、このような催眠能力などと対峙した時は一筋縄ではいかないはずです。今後残白刀最強ランキングなんかの動画も制作しようと思っていますので、そちらもご覧いただけると幸いです。ここからは山爺の作中での活躍について紹介したいと思います。初登場は大社集会のシーンです。イチゴたち旅会の対応として各隊長たちに残白刀の常時携帯と解放の許可を与えました。ルキアの処刑を妨害され、マナ弟子である狂楽と浮竹が双極を破壊しようとし、怒りをあらわにします。もう原骨では済まさんぞ。と思い腰を上げ、戦闘態勢に入ります。さらには狂楽についてきた七尾を冷圧というより威圧感だけで戦闘不能にするなど、圧倒的な存在感を示していました。我が子のように自慢にしてきた二人のこの行為は世界の正義を脅かすものとして許せず、ついに刃を交えます。お三方の解放を一挙に見れたのは興奮しましたね。爽快なり。そして一連の真相を知った山爺は二人と共にアイゼンの元へ向かいます。アイゼンたちはメノスグランデのネガシオンに囲まれ手出しできない状態に。そのままメコムンドへ見送ります。アランからの襲撃に備え、室谷先遣隊をカラクラ町に派遣。アイゼンの真の目的が発覚し、慌てる織姫に何としても止める。それが後手13隊だ。と言い安心させてくれました。しかし、織姫が誘拐された後は、彼女一人の犠牲を払っても世界を救うと言い張り、ソウルソサイティの守護のため先遣隊に撤退を命じます。イチゴにも必要な戦力だから勝手な行動はするなと釘を刺しますが、メコムンドにケンパチラを派遣し、イチゴたちを救助します。カラクラ町での決戦では、カラクラ町で後手13隊の全隊長格を戦闘可能にするよう命じ赴きます。浦原さん、真由里先生、お疲れ様です。いよいよ大決戦の始まり。
まずは自身が刀を抜き、アイゼンら3人を炎で閉じ込めます。新手のサウナです。偽のカラクラ町を支える4つの柱も一角らに配置させ、それぞれの見せ場を用意してくれました。各人が戦闘する中、山爺は総隊長を出させるなんて頼りない大使だなどと言いながらも、ヒサギラを助けに来ます。アヨンを簡単に撃払い、ハリベルのフラシオン3人をまとめてお片付け。ここでの山爺の登場は予想外でしたね。総隊長の実力はやっぱり桁違いだと見せてくれました。バイザードの介入の際、平子に味方と考えていいのかと問うと、あかんわと断られます。この時刀を若干抜く描写があるんですが、ちょっとイラッとしたんですかね。そしてついに山爺とアイゼンの一騎打ちです。一矢持って大役を中す炎熱地獄によって、自らも大使も巻き込んでアイゼンを焼き尽くそうとしますが、唯一の改造アランカル、ワンダーワイズのエスティンギルによって竜神弱冠の能力を封じ込められます。しかし前述の通り、山爺は素手頃でも十分強いのです。自身が千年も総隊長を務めているのは、それより強い死神がいないからだと豪語し、ワンダーワイスを打ち砕きます。これでアイゼンと再決戦と思いきや、ワンダーワイスが封じた竜神弱火の炎の爆発を自らの体を犠牲に抑え込み、重傷を負います。さらには片腕を犠牲に、一等火装でアイゼンに多少のダメージを与えます。正義のためには自身の命も厭わない、その屈強な精神力、さすが総隊長。ソウルソサイティを救ってくれたイチゴ、そんな彼に恩を返すため、死神の力がイチゴに戻るよう全隊長格に命令し、力を分け与えます。加えて銀城の遺体を現世に持ち帰って埋葬することも了承し、エマジーの中で何かが変わってきています。晩年来妃の進行後、対策会議がなされますが、マユリが大切な情報を共有しようとするのをもう用意します。この時点では有効な対策がなかったかもしれませんが、マユリ先生のお言葉には最後まで耳を傾けておくべきでしたね。結果的に何人かの隊長たちは挽回を奪われてしまいます。佐々木部屋を失った影響は山爺にとって計り知れないことでしょうが、冷静さを欠く判断はよくありませんでしたね。厚い信頼を置いていた副官である佐々木部が晩年来妃に殺害され、大使たちと共に火葬します。佐々木部の挽回を奪ったドリスコールと遭遇し、怒りの炎を燃やします。ここで佐々木部と山爺の過去が判明するのですが、とてもいいエピソードですよね。山爺は源流という流派の開祖で、かつてそれを教える源氏塾の師範を務めていました。そこに頻繁に出入りしていたのが佐々木部です。この頃の山爺は毛が黒く初老くらいの見た目で、佐々木部は若々しい青年でした。山爺の額には A の字の傷跡しかまだなく、そこから A 字祭と呼ばれていましたが、本人はこれをあまり心よく思っていません。しかし佐々木部は自分ごときが本名を口にするのは恐れ多いと、エイジ祭と呼び続け、山爺からよく注意されていました。その後挽回を習得した佐々木部と手合わせをし、額の傷が十の字へと変わります。佐々木部の挽回を十分に評価していましたが、あえて厳しい言葉をかけるも依然前向きな佐々木部。今度は十字祭と呼ばれ始めますが、佐々木部は自分が山爺の名前を変えるようなことはあってはならないと断固として英字祭と呼び続けます。佐々木部の心情を汲み取って、山爺は自身の名に源流祭と名付けたのです。それ以降も佐々木部は常に山爺の側近として一番隊副隊長の座に居続けました。ちなみに佐々木部とは食の趣味が真逆です。実は千年前に一度ユーハバッハと対戦し、勝利を収めていた山爺。五帝十三隊の創設期で、五帝とは名ばかりの殺し屋集団でした。幼き凶楽にも話していましたが、ソウルソサイティが大変な時にさらに大変にしてしまうような厄介な人物だったようです。次こそ決着をつけるべく、挽回、残花の太刀で圧倒します。ついにユーハバッハを倒したかに思われましたが、戦っていたのは身代わりのロイドであり、直後現れたユーハバッハに挽回を奪われてしまいます。体を真っ二つに切り裂かれるも、最後の力を振り絞ってユーハバッハの裾を掴みますが、その腕も簡単に切り落とされ、最後には跡形もなく粉砕されてしまいました。アイゼンとの戦闘で石腕となった山爺ですが、以降そのままの状態でした。織姫の能力で修復は可能ですが、死神の事情にこれ以上巻き込みたくないと、これを拒絶します。理由としてはわかるのですが、技術開発局に頼んで義手を用意してもらったりはできたと思います。
間違いなく両腕があった方がいいですし、剣八に剣道を教えていることから山爺自身もそれは分かっているはずです。関腕でも最強というある種のおごりとも言える自信からなのか、犠牲波動の何かしらの制約なのか、歴戦の戒めなのか、ユーハバッハにもその力量は評価されていましたが、織姫の力を借りないまま片腕を直さないその甘さから突起戦力から外されていました。正直僕は最後の戦いでは山爺がすごすぎて片腕の状態をすっかり忘れていました。老いも体の欠損も感じさせない山爺は強すぎます。極意命名編にて名前のみ登場。殉職した隊長たちの葬儀後12年おきに行われる魂葬霊祭がキーワードの一つです。内容としては現世で捕まえたホロを墓の前で殺す儀式のこと。通常死神が死ぬとその肉体は霊視となりソウルソサイティの大地へと帰ります。しかし霊位3等以上、つまり体調学の霊圧濃度の高い霊視はソウルソサイティに還元できません。ではどうするのか。それは地獄へ落とすことです。実はこれこそが魂葬霊祭の真の目的。ただユーハバッハやアイゼンの霊圧もなくなった今、地獄の口を押さえつける力が弱まり、そこに山爺改め五帝開祖たちの強大な霊圧が地獄へ落とされることで均衡が崩れ始めます。気になる方はぜひ極意命名編読んでみてください。続きやってくれないかな。以上で山爺の解説を終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。白いひげのおじいちゃんってやっぱり最後まで立ってなくなるんですね。たびたび脳筋扱いされることもありますが、作中での失態が何点かあるのも事実です。しかしソウルソサイティにもたらした功績は素晴らしいものですし、総隊長として長い間死神たちを先導してきたのも事実です。偉大なる山爺、まずはお疲れ様でした。今後極意命名編や地獄についての描写があれば再登場の可能性も十分にありますね。ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんのご意見、考察とコメントお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。